え、ひろこ姉さん来てたの？
ソヨさんは行かなくていいのかい。今日年産問題を10問連続正解したソヤさんは。でも今日は多分きっと勢いが来てるよ。今日、あ、ここの間から見えるわ、本当だ。配信画面ではサシシさんの流体マッツンさんの件絶賛配信中でございます。そういえば来週は何やるんだろうね。ああエイリアンシンドロームどうする。来週もやべえ二日酔いだわとかやべえわとかあ、お、やっぱ期待されてるね。まあややさんが来て神回にならなかったことがないものね。どんなゲームだろうと。ややさん回の一番のハイライトってなんだろうな。うん、組くいやー死んだな。何回やり直したか。魔界村新サムもあるでよ。私確か新サムのやる前プレイコイン入れる前にさ、僕のガルフォードバンガクさん見ててくださいみたいなこと言われたんだけどさ、割と何戦目かで覇王丸にキャラ変してたの。魔界村は、八重さんが最初、あれか、八重さん最初に来た時に2タイトルやったんか、ファンタジーゾーンと魔界村一緒に。確かそうだよね。私が2回目にマッドマウスに行った時だった気がする。初めて来た時はほら、星張ってさ、ソリアさんと脱獄してさ。で、確か2回目に来た時が100回目記念だったんだよ。で、しばらくの間何気に気づかれずにあの辺でニヤ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 しながら、ソリアさんがあの、なんだっけあれ、ファイティングファンタジーだっけで、ケイちゃんが個人的なロボレスが神回でした、笑個人的にロボレスね、あの、正直言ってロボレス、あの少々地味なゲームであれだけ。まあでもあれはケイちゃんのパパ負けろパパ負けろがね、何気にケイちゃんも伝説メーカーだよね。ソヤさんのファイティングファンタジーボスのポンの体力コンティニューすると体力が減るシステムだったのに、それでソヤさんがコンティニューを重ねてラスボスの体力を半分まで削ったと思ったら、ケイちゃんの何気ないあの乱入でボスの体力満タンに戻るっていう。それとファンタジーゾーンはあれだな、開幕即死とかあった。ファンタジーゾーン開幕で死に、魔界村やり、大魔界村やり、ロボレスをやり、あとはモンスターランドやり、シンサムやって、クニオくん、もっとなんかやってた気がしたけど、気のせいかしら。まあ、マットマウスの、YouTube に上がってる動画を見れば、
きっとわかる。さあ22時56分、私はちょっとそうそう上着を着ないと。お疲れ様でーす。上着を着るだけだったのについヤンジャンのかぐや様こぐらせたいを読んでしまった。アニメ化するんですね、かぐや様、楽しみだな。じゃあソイヤさんも席に着いてしまったし、今日私はめちゃくちゃ眠いのでそうそうマイクを置いて皆様おやすみなさい。お疲れです。のし、
お疲れ様です。こんばんは、イデア。しばらくマイク不在のライブ映像をお楽しみください。
チャイデアさん。バンマナブさん、また酔っ払いに絡まれたのか。酔っ払いが絡むのは端っこみたいなものだな。
もはや日常の一部。Thank you.
またゲームセンターなくなるのか、今年何度目だろう。悲しいニュースは。こんばんは。ばんは。こんばんは。こんばんは。いや、全国65万人の皆様、キャーカメラのとっさん、いやいやいや、とっさんじゃないから。今日来る前に川崎、まあ京急川崎から JR に、JR 川崎に乗り換えるんですけど、まあ、結構なんか外国の方がマッサージどうですかみたいなこと言ってくるんですよ。そしたらおじさんマッサージどうとか、カメラのおじさま、おお、おじさまだろうと。バックジャンプ大パンチ。おじさま、マッサージはいかがですこと？いや、川崎はね、恐ろしい街ですよ。まあ面白いんだけど、交差点で赤信号待ってたら、なんかいつの間にか腕組まれてたことあったんですよ。社長さんみたいな。
深夜でも中金取るしな、川崎。とは言いながら結構いい街ですよ。定期的に恐ろしい事件も起きるんですけどね。なんかすごい怖い事件起きたなと思ったら川崎だったりするんですよ。社長さん、社長さん、かわいい女の子いるよ。あ、ちょっと選手